どうもタクのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回は、こちらのナルコレやっていきたいと思うんですけど、今日12月24日クリスマスイブはですね、なんとですね、ウチハフィーバーガチャというのでね、マララが、誕生日ということで、なんかこういうなんかイベントやってるんで、ちょっと、まあ、24時間限定でフィーバー中で10連で星5出現率アップ対象星5が1枚確定ということで、まあ、絶対ウチハゲットできるということで、今回はこちら20連まあ多くて20連かな、一番ちょっと引いていこうかなと思います。まずちょっとフィーバー説明しますね。フィーバーガチャというので、ガチャを回すとこのフィーバーゲージっていうのが増加していって、今 80% 最初初期で 80% あるんですけど、星3カードが 4% 上昇で、それ以外 2% 上昇ということで、まあ確実に10連を回せば絶対に 100% にはなります。なのでまあ 100% になってから引けばさらに10連1枚星5確定ということで、 まず単発でとりあえずあの1回ずつ引いて、まあ、星3が出たら 4% 上昇なんで、それで 100% までいったら10連引くようにします。まあ全部星4以上だったらまあ10回で合計20連引くんですけど、まあとりあえずね、まあ、10連だったら星4以上確定になっちゃうんで、とりあえずね、まあ、星3でも、まあ、これフィーバー上昇が多いんで、まあ、それいいかなという感じで単発で引きます。まあ今回は、まあ、この単発は星3でも別にどっちでもいいですね。はい、ということで 4% 上昇でございます。まあちょっとこれ来たら、ちょっとお休みモードしますね。またちょっとすいませんね、毎回してなくて。でほらここね、今 84% になってますね、フィーバーのところが。でもう一回ガチャで、まあこれがね、まあ星3が5回続けば、まあ最短でまあ星5確定が引けるということで、まあ、ちょっとねやっていきましょう。まあここはまあ星3でもいいですね。5回まあ5回ちょっと無駄に引くんですけど、まあ、ここでもたまに出る可能性はあるんでねじゃあまあ、あでもこれが 2% ですね。まあちょっと微妙ですけど、まあいいかな。まあ星4出るんだったら星3出てほしいっていう感じですかね、今は。はい、まああと2回ですね。2回は最低でも引かなきゃいけないですね。はい、まあ星3でいいですね、ここは。よし、 OK。で、次ですね。次はまあ、星5出ても OK です。どっちにしろ星3でも、星5、4でも、絶対フィーバーで 100% なるんで、とりあえず引きますね。これはね、星5でいいな、星5。ああ、まあ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 。まあまあまあ。こういうのはね、多分当たりにくいんで、超人祭とか以外は。あ、来ましたね、フィーバー。ここで10連引けば、絶対星5確定と。で、絶対ウチハのやつなんですよね。はい、いやー、来ましたね。さあ。おー、来ました。また、この虹色がいいっすね。マダラ、イタチ、サスケ、シスイかな。その誰、どれかですね。まあ僕はマダラか、一番新しいあの、エントンカグツチのサスケが欲しいところかな。はい、頼む、お願いします。さあ、あー、おい。ちょっとこれさ、広くないか、これ。ちょっとこれ3体目だよ。うわ、広い。いや、まだあるぞ。ちょっと、頼むって。ちょっと頼むって、ほんと。おい。やばいんじゃないこれは。おい。おっ、来た。あー。またこれか。いや、まだある。まだあるよ。ワンチャンまだあるよ。あ、もう終わりかな。はい。という感じでね。今回はこういう結果でしたね。またこの月読みのやつか。はい、これで1回確定のフィーバーの時に確定引くと、最初の初期段階がフィーバーのやつ 60% になっているということで、いやーマララとかね、まあ、このシスイタチはいいかな。今このサスケも欲しかったですけどね。なんでこのここの画面にもいないこのイタチとサスケが出るというね、もうこれどうなんでしょうかね。皆さんこういう結果なんですかね、ちょっと分かんないんですけども、残念ですね。はい、ということで、まあ来年もまた来るのかな、来たらちょっと引こうかなと思います。ということでね、今回はウチハマララ生誕祭ということで、ちょっとウチハフィーバーガチャ引いてみましたが、まあ、見事爆死という結果かな。まあ星5は出たんですけども、これは爆死という結果でいいと思います。まあ僕も持ってるし、2体目なんでね、両方とも。まあサスケに関して3体目、いやすごい残念ですけどね。まあ皆さんもね、ぜひぜひ100個以上ある方は、まあ、引いた方がいいかな。サスケとか、マララ、イタチが欲しい方は、すごい引くといいと思います。皆さん、ぜひぜひ、
まあこの動画アップできてるかわかんないですけど、今日中に、まあ、ちょっとできたらアップするので、まあ、そんな感じです。弾いてない方弾いたらね、弾いた方がいいと思います。ということで、この動画いいと思った方、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。下の赤いチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter ツイキャス755のリンクも下の説明欄に貼ってありますので、そちらぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、以上たくみでした。じゃあね。